皆さん、こんにちは、ヨヨンでございます。類似マンション3やっていきましょう。ということで、今回やるのは、こちら7階ですかね。グリーンフロアですかね。ここをじゃあ今回行ってみたいと思います。7階なんで、まあちょうど、最後が13階だとすると、まあちょうど半分ぐらいですかね、今。まあ、いい感じですかね。まあ進みはめちゃくちゃ遅いと思いますけども。まあゆっくりやっていきましょう。エレベーターイベントは未だに発生しないですけどね。いずれ発生するんですかね。忘れた頃に。さあ、あ、グリーンエリアってそういうことだな。植物園みたいな感じか。なるほど。金が出てきたね。あ、でもな、この雰囲気もなんか、ルイージマンション2に似てる部分ありますね。こういった部分あったね。はい、じゃあ進んでいこうか。お、絵があるね。これはなんかある。お、これなんかある。ん、どうすりゃいいんだこれ。クリスタルかこれ。あ、出た。やったぜ。まず1個ゲット。あ、やっぱこれ右から出てくんかな。一番右だったからね。今回これはさすが最初だもんね。右から順に出てく、行くんかもしれないね。だから一つでも飛ばされたら、それはどっか逃してるみたいな感じなんかもしれないね。あと回数ごとにそれぞれクリスタルが何個、5個か6個あるみたいなんですね。うわぁ、植物っすね。特になんもないっすか。お金。花がお金出すってのが面白いよね。普通に考えればね。あ、金が出てきた。あ、ネズミがいた。ででん。あ、これなんだ。お、なんかできるぞ。おい、あ、金、金、おでん、おだ、おしゃ、金じゃ金。金金金金。まあ、特になんもないっすかね、この辺は。これ何ですか？エレベーターみたいな。ドアか、普通に。さあ、開けました。あ？階段？すごい上まであるね。ここ7階でしょ？ 8 階、9階、10階、11階になってんじゃん。ん？あら、普通にエレベーターボタンがありますね。やったね。じゃあ、取ってっちゃうか。カラス。うん、まあ取ると何か起こるんでしょうね。その前にこっちなんか見てっていいですか、いろいろ。あ、金か。1個にしか出さないの。はい。あ、何よこれ。あ、何よこれ。はい。うわー、金が出てきた。はい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 。よし、これも開けとこう。コインだけ。まあ一応イベント発生させますか。8階。あ、ジョーロ。あ、何やってるのイジ。結構そういうおっさんなんだね。ああ、やめてくれ。お、アシュリーの植物みたいだな。分かる人いんのか。でっか。いやこれさ、
7回じゃないじゃん、だから。いや、8回どんだけ高いんだよ。まあ行くしかないね。行きましょうか。じゃあ、あのじいさんお化けどこ行っちゃった。あいつが今回のボスなんかな、わかんないですけどね。うわっ、あーあー、こっち生きるってこと。あっ、あー、そうなるの。これは掴むんかな。お、うわ、すげえ、オバキューム。落ちるってこと、落ちないってことがね、あるからね。これは、はい。おー、金だ。はい。扉がありますね。こっちは道が消えてるわけとかではない。じゃあ扉行ってみましょう。あ、ここはお化けがいますね。何かね、絶対いますね。うん、絶対何かいますね。金金金金。うん、なんかこれズームしたね。お、金だ。これはあの花の、あの花じゃない。まああれの上位互換なんかな、いっぱい金くれるから。これなんだ。ほい。あ、グーイージ君の出番じゃないですか。え、お、金だ金。グーイージ君、そこがなんか一番怪しいってこと。先にこっち見とこうかな。ああ、金、まあそんなに出すわけではないか。まあ一応集めておこうね。あれ、これなんか何も出さないよ。あ、花びら吸い込めちゃうんだ。あ、あら、あら、全部吸い込めちゃうんだね。で、グイジ君、これは、あ、やったじゃん、クリスタルだ。ほいほいほい、ほらー、かき集めろ。よし。うわー、左から2番目。やっぱ順番じゃねえな、これ。さすがに、もう3つ逃してるはないでしょ。なんで動いた、今。気のせいだよな。あれ、ここは？扉があるよ。てか、ここお化けいないの？絶対いると思ったけど。いない。いないんだ。ああ、これちゃんと開かなきゃダメだったみたいね。お、お、金がある。いやー、あったぜ、金金金。大したら出ねえな。なんもない？なんもないね。この辺全部吸い込めるのか。さあ、吸い込んだけど特には何もないですかね。じゃあ進みましょう。あ、来たー。何を持ってんのお前。あ、その花持ってんの。いけ。なになになに、ちょっとくしゃみしちゃったよ。あら、行くぜ。はいはいはい、終わり。じゃあな、2体目。おい、お前何も持ってねえじゃねえか、クソザコか。うわ、こっちにも行った。お前も死ねえ。うわら、おい、もう一丁。ほい、もう一体どこ行った。ほい、潰して、さあもう一個さらに。ほい、ドカーン、終わり。イエス。いいっすか？じゃあ行きましょう。
なんやここ。お花？お！すーごい金をくれたね。まあとりあえず掃除しときましょうね。なにこいつ、ヘビ？ヘビなんてのもいいんだね。あ、グーイ塾の出番ですか。ほい、あ、とりあえずちょっとグーイ塾行ってみるか。あ、そういう下。おい。あれ、あそこになんか金色の何かありますね。宝箱みたいな。こうかな。おい。オッケー。ほい。うわー、金だ、ただの。オッケー。さあ、ここは？お、なんかあるよ。ん？あ、ここに出てくるわけか。ほい。あ、やった。オッケー。あ、これ2個目だ。うん。まあ、順番はよくわかんないですね、やっぱり。はい、行こう。こっちは？あ、戻ってきちゃう。ってことはもう終わりだね。水道は？何かある？ない。トイレは？まあ何もない。ほい。あ、こっち来れたね。じゃあ先進んじゃいますか。上はなんかありそうだけど、一応吸い込んでみる。二人仲良く吸い込んでるけど、特に何もないかな。お、おわ、さあどうした？パイナップル？お前頭から鼻生えてるぞ。パイナップルや。怖っ、こんなでっかいパイナップルとか。ほんとに、うわ、いい降ってくんの。どうすんだよ。おっ、おっ、いって行った。マイナス20。なんかキングクルルとの戦いみてえだな。あ、痛い痛い、やば、いった。グイジ君が行ってこい。はい、これ引っ張るってことか。はい、ん？オッケー。あ、もう解決ですか。あ、あんな一瞬なんだね。これ何、痛そうやん。うぅ。さあ、茨がいっぱいありますね。ハートありがとう。シュパー。ハートあざす。ハートめっちゃくれるやん。変な動きすんな、お前。あー、ここは一応なんだ、掃除？掃除じゃない。お風呂なのかな。これかな。なんか詰まってるよな。
あー、これどうすればいいんだろうね。これか。あったやん。はい。お、イバラがなくなった。これで、この椅子はどうやって動かせばいい？そこにハンドルがあるよね。回せないね、椅子があって。二人の力合わせて引き寄せられる？無理。無理だね。これもか。これも引っ張れるじゃん。ほい。やったぜ。あれ、ひび入ってないこれ。トンキに。はあ。これは引っ張れない。これは引っ張れなそうだね。上で待ってるのは関係ねえよな。違うね。おっと、これどうすりゃいいんだ。椅子、椅子どうしようね。ふん、ちょっとわかんねえな。ここ以外は行けるんだっけ。いけないよね、だってね。そうだよな、いけないよな。いける？通れないよね。うん、どうすんだろうな。やっぱここなんとかすんだね。いやー、どうすんだろうな。吸い込める？これどこか。これ吸い込めねえよな。なんか詰まってんだよな。このゴミ箱なんか関係ある？めっちゃ動くけど。関係ないね。じゃあどうすんだろうな。こっち？この辺なんかする？いやー難しいな。どうしようね。あれ、わかんねえな。うん、あれれれれれ、ちょっと積んだぞこれ。積んだくせえな。どっか貼り付けられる？違うね。ここの椅子にね、貼り付けられればね、椅子破壊できるんだけど、そうはいかないんだよな。ん？グイジ君なら進める？いや無理だね。椅子が重たすぎる。椅子があってハンドルが動かせない。ほら、二人で押せ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 。無理だ。どうしようどうしよう。これちょっとこれ難しいな。なんで気づかねえんだ。
このトイレだよな、やっぱ何か。ほい。どっかくっつけるとこある？あ！あった！これだ！え？くっつけないな、これ。いや、標準は合うんだけど、くっつかない。あらららら。ら、こっちも？あるね。くっつかない、でも。じゃ、これか？このゴミ箱？なんか当てるものってある？吸い取れるもの。え、でもこのエリアではこのエリアで、ねえ、完結するよな。当たるけどね。違うね。あらららら、わかんねえな、これは。これで椅子に、これでやってるか。ああ、やった、やっとわかった。なるほど。いやー、結構厳しかったな。ああ、そういうことか。おお、気持ちいい、やっと解けたね。え、じゃあこれで椅子破壊とかできる？できない。じゃあなんで標準これに合うんだろう。なんかあるんかな、標準合うの。そのためか、こいつやっぱなんか怪しいと思ったもんな。え、でもこの椅子は何なんだろうな、本当に。まあとりあえず先進めるようになったから行こうね、こいつね。あ、そういうことか。ん？お、ああ！紫だ、新しいね、あいつ。HP いくつあんだろう。はい、120! え？吸い込めないよ。ちょ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 。はい、吸い込めた。ういっ！はい！あら！はい！はい！ああ！いつも破壊できたわ。まだいた。でかっ。やべやべやべ。200って。ああ、いった。見えてねえし、目が。これ使うんじゃね。ほら、くれ。よし、今だ。後ろに回って、ほい、ほら、ほい、ほい、ほら。ああ、手ごわいね、なかなか。ほいほい、いくぜー、おら、ほいほい、よっしゃ。おお、やった。これでやっとこれが回せるわけか。ん？どういうこと、それ。は？おきやき。え、意味わかんない。あれ、引っ込めるとどうなるってんだよ。え？てか、あの赤いお化けずっとここで待ってたんだね。なかなかルイージを驚かせるためにそこまでやるとは。面白いな。もうないんかな、特に。これ意味がわかんないな。
はあ、わかんないっすね。ほら、これも破壊できるでしょ。ほいほい、ほら、特にハートとかだっけ。そのためだね、ヒビが入ってるってね。いや、あとは特になんもないですね。これは意味がわからないね。ま、いか、先に進もうじゃ。ん？こっちなんかある。え？なんか扉みたいになってるよね。うん、なんかありそうだけど、今はいけない感じかな。あ、またパイナップル、またパイナップル。うわ、今度2個になってる。え、今度はルイージ君がちゃんと行くか。おい、行くぜ。あー、危ねえ。おーちゃん、俺の勝ち。イエス、オッケー。ああ、なんだよ。え、マジか。Hello。 また似たような感じですね、さっきの下のところとね。作りが似てますね。え、本当に一緒やん。結構一緒だね。なに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 、あら、ちゃんとベッドもある。てかこのホテルやべえな、マジ。どんだけ7階植物生えてんの。人がずっと入ってないってことだね。これ何、ノコギリがなんか詰まってるのかな。あ、持ってこれる。あ、できた。あ、これ、あはは、これやばくない。ルイージさん超狂気やん。あははやば、チェンスを持ってるもん。うわ、やば。それも壁破壊できない。やば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 。ベッドも破壊しちゃう。いやいやいや、やばすぎだろこれ、チェーンソー。ガラスは破壊できない。うわ、金だ。柱も破壊できる。柱とは言わないか。うわ、降ってきた、なんか。やーば、これ。いやーす、あ、なんだ、金だけか。宝石なかった。おい、お、グイジ君の見つかりたね。さあ、これで開いたってことか、道が。ああ、ああ、これも全部壊しちゃう。いや、チェーンソーの破壊力よ。いや、チェーンソーの破壊力やべえな、マジ。ここは？ここも分かりきれ。うわぁ、やべやべやべ。うわぁ、すげえな、これ。椅子も全部破壊。
これ何？これも破壊しちゃっていいの？破壊行為楽しいな。これ何これ？これもなんかある？ん？これなんかある？お、なんか穴が出てきたよ。ここなんかあったね。なんもないか、気のせいかって。おぉ、すげえ音したよ。ぐーって。あら、綺麗になったね、ゼイゾンと。あ、大掃除だ、大掃除。これぞ本当の大掃除や、もう。やべえ、なんもなくなったよ。はい。はい。はい。おっしゃ。なんもなくなっちゃったね。やば、これ何？これ、なんかできる？これなんもないか。これさ、あっちの部屋まで持っていけるんかな？そうすればさっきのさ、木とかも。ドア破壊できない？持っていくのは無理か。このエリアで限定か。いやー楽しかったな。これ何なんだろう、この穴は。いけない。さあ、ここ入ってみようか。お金がもらえるだけか。じゃ、チェーンソーアクション終わりかな。さっきの茨がね、これで切れればいいんだけどね。そうはいかないみたいですね。ここの穴も覗けるとかいうわけでもないんで。まあ、なんなんですかね。じゃあ、とりあえず行ってみよう。なるほどね。おい、グイッチ助けてくれ。じゃないや、これだ。チェーンソーで切るんだ。おらルイージを離せ。ウェーイ。しっかりハートをくれるっていいね。おルイージ死ねーってできないか、そういうこと。これでオッケー。じゃあ、はい。あ、スイカや。さっきのチェーンソー持ってきたいね。また破壊行為したいわ。いや、でかいな、ちょっと、スイカ。こいつが一番ちっちゃいか。あ！マジか。このでかさは無理か。ここはどうすればいいんだろうな。持てるスイカがねえしな。なんかある？お、これなんかある。あ、なるほど。はい。あ、それで持てるのか。あと他にはないかな。はい。おいさ、うわ、ネズミ出てきたよ。吸い込め。ドブン。ほら、ネズミ。ドブン。これも入っとくか。これもこれもいける。これはさすがに重たすぎると。これは破壊できる。ほら、よっしゃ。さあ、でグイジ君行ってみましょう。ほい。お、雲がいる。金色の雲だぜ。金持ち雲だ。オッケー。ありがとう、たくさんのお金を。ほい。こんなもんすか。キンキンキン。これ何ですか、この、この金色の花は。こんなとこにいたの、フラウィー。
なんもないね、これ。あ、ある、ここに。何があるん？あ、パイプが繋がった。ダークライトイベントね。たまに来るよね、こうやって。もうなんもないんかな？繋がったらなんかできたん？あ、これで、回せる。あ、出てきた。ん？出てきてどうすんのこれ。あ、そうできる。え、これをどうするって言うんだ？スイカに当てる？いや、当てたってびくともしないよな、あのでっけえのは。はい。はい。さあ、スイカ全部取ったよ。スイカ全部取ったけど、どうすんだろうね、これ。水は出しとく？水はそれ以上にはならない。溢れることはない。あー、つまりどうしようと。アップ。うん、今のスイカが出たけど、特にそのスイカが使えるわけではなかったからな。どうすんだろうな、これ。あれ、このトイレも壊せそうじゃん。スイカ当てれば壊せた、もしかして。ちょっとわかんないね。ここはダークライトイベントだから。なんかありそう、まだ。ないね。きっとまた難しいっすね、この謎解きは。あら？なんか水が出てるね。ここから。あ！やった！でも、道に進むわけではない。そういうことか、これは。これ？もうなんもないよね。これなんかする？これやるとルイージの帽子に回転するんだね。いや、ちょっと難しいね。お、なんかある、ここに。ちょっと動いてるね。いやー、無理だな。開かねえな。いやー、ちょっと難しいね。どうすっかな。お化けも出てこねえしな。これグーイジ君と協力するとかできるんだっけ。一緒に吸い込もうぜとかはない。奪っちゃうのか。うん、無理だね。あれ、どうすんだろうね、これね。とりあえず水止めとこうか。こっちには来ない。あれ、難しいな、またこれは。どうすんだろうな。無理だね。
いやーこれ持ってきたいね。これ持ってけばスイカね粉々にできるよね。いやーいや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 、いやーでもさすがに他の部屋には依存しねえよな。この部屋はこの部屋で完結。いやー今回難しいな、ちょっと7回な。ない、謎解き難易度上がってるわ。水がね溢れてくれればいいんだけどね。水が溢れてなんかプカ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 浮いてさ、スイカが移動してくれるみたいなんかなと思ったんだけど、まあこれ以上たまんないみたいですね。ってなるとどういうことなんだろう。こっちのトイレ？こっちのトイレもなんかするんだよな。そしたらここなんだよね。違うね。ああ。ちょっと難しいぞこれ。やっぱスイカしかくっつけられねえよな。ルイージもう少し頑張ってくれ。ここでちょっと引っ張り出せればいいんだよ。無理だな。このトイレに詰まってんのもなんか気になるよな。何が詰まってんだこれ。わっほほー。いやマジわかんねえなこれ。どうしようかな。スイカ、いやでもこの水道なんか使うよな絶対。だってこの水道を出してさ、宝石しかなかったもん。宝石はしかも下行ってたからさ、関係使うと思うんだよな。水どうしようね。水吸い込めない。いや水止めてもな。もう一個出せるんだよね。あどういうことか。最初の方のやつで合ってたんか。二つそっか同時に出せるんか。ああそういうことか。やっといけたよ。あら
おい、おら、おい、おい、おら、うお、いやーちょっとね、だんだん難しくなってきてるね。なるほど、そういうアクションもあるんだね。いやー、なかなか難しかった。さあ、まだまだ続く？結構、もうそこかな？いや、まだあるね。めちゃくちゃ今回の動画長いっすね、じゃあ。一旦この辺でやめてもいいか。確かに。長くなってるもんな。7回まだまだ、ちょっとここで半分ぐらいだと思うんで、ちょっとやめとくか。めっちゃ謎解き時間かかっちゃったからな。はい、ということで、じゃあちょっと今回はね、まあ、7回全部クリアしようと思ったんですけども、もしかしたら7回以降はこうやって一つ一つの層が長いのかもしれませんね。だから一つの動画に収めるのはちょっと難しいかもしれない。はい、ということで、じゃあちょっと今回はこの辺で終わりにしておきましょう。はい、じゃあでは皆さん、さよなら。